子どものスポーツの活動の指導の現場って中に入り込んでみると結構ひどいもので、幼稚園保育園の時代に覚えて小学校に上がらなきゃいけなかったんじゃないのっていう、クラスでやんちゃだなとか問題行動起こすなっていう子、学童にいる。ああ、俺はやりたくないなと思った仕事かな。ちみです。学童保育の指導員をしております。学童っていうと子どもたちは学校終わってから来るっていう感じなんですかね。そうですね、1年生から6年生の子が総勢30名、まあ、全員来ることはほとんどないんですけど、20数名ぐらいが毎日学校帰りに出ます。そうなんですね、はい、ちなみに学童の先生をやろうと思った最初のきっかけみたいなのって何かあるんですか。前職が保険の営業をやったんですけど、はい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 、合わないなって思いながら4年ぐらい過ごしてて、もう辞めることは決めてたんですけど、収入が途絶えるのはどうしようかなって思った時に、たまたま知り合いの方が学童保育の指導員を探してる人がいると、 できれば女性がいい、教員免許みたいなものも持っているといいっていう話で、もともと幼稚園教諭してたので、そうなんですね、幼稚園の免許は持ってたので仕事も探してましたし、私でどうでしょうかっていう感じで、うんうんうん、はい、手を挙げました。幼稚園教諭辞めたのはもう単純に結婚したからです。そうなんですね、はい、結婚のタイミングで辞めました。幼稚園の先生って当時働き方ってどんな感じだったんですか。今はどうかわからないですけど、私が幼稚園教諭してた時には結婚して子供が生まれたら辞めるんでしょみたいな感じだったので、なるほどなるほど、はい、結婚しても子供がいなければ続けてる人もいましたけど、子供ができると産休が産前産後合わせて3ヶ月ぐらいしかもらえなかったので、辞める時には自分は子供はいなかったんですけど、子供ができた時に3ヶ月しか休みがなくて、自分の子供をよそに預けて人の子供を見るのかっていう風に思った時に、年度の途中で退職するよりは年度の区切りのところで退職した方がみんなに迷惑かからないのでいいのかなっていうところで辞めました。保険会社を辞めたのも当てはまるんですけど、自分で NPO を立ち上げたんですよ、この春、はいはい、スポーツ関係の NPO なんですけど、女子サッカーの普及活動をしたくて、今も少し携わってはいるんですけど、それを中学校の部活動の地域移行に合わせて活動を広めていきたいなっていう思惑があって NPO を立ち上げたんですね。でその NPO の活動の中に指導者の育成っていうのも含めてまして、今いる指導者が子供たちを教えるのももちろんなんですけど、後進の指導者の育成っていうところも考えていかないと NPO の活動自体も続かないと思ったので、指導者を養成するためにコーチのコーチが必要だろうっていうことをずっと思っていました。部活動の地域移行っていうのも興味があられるんですね。自分の子供も今中学生で部活動入ってますし、自分も中学校の運動部で部活をしてきた人間ですけど、子供のスポーツの活動の指導の現場って中に入り込んでみると結構ひどいもので、知識もない人が教えてることが多いので、子どもの時って神経系も体のところもすごく発達する時期だから、詳しい人が正しい知識を持って指導することが必要だと思うんですけど、そうじゃないんじゃないかなって思うことがたくさんあるので、自分から少しずつ変えていけるといいなっていうふうには思ってます。学校の先生も全然専門じゃない人が顧問になっちゃったりもしますもんね。そうですね、いろいろあるんですけど、もともと幼稚園教諭だったので3、4、5、6歳ぐらいの子どもたちしか知らなかったんですけど、学童保育で1年生から6年生の子どもたちを預かってる中で、今の子どもたちのアンバランスさをすごく感じるので、そういう部分を教員だったドラゴン先生はどういうふうに見てたのかなっていうところを聞いてみたいなと思ってます。ちみさんどう思うっていうのはあったりするんですか。コロナがあったからなんですかね、対人関係が下手だなってすごい思うことがあります。そんなことは幼稚園保育園の時代に覚えて小学校に上がらなきゃいけなかったんじゃないのっていう、友達同士の関わりが下手だなって思うことがあって、一つの遊びにみんなで参加するために鬼ごっこしたいなっていう子がいて、鬼ごっこしようって友達誘えばいいだけの話だと思うんですけど、私
を介してじゃないと友達誘えないとか、ールールを初め決めたルールからどん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 変えていってしまって喧嘩になるとか、初めに決めたルールを変えるっていうことが当たり前なのかなっていう、そういうのとか、常識的な、そう、人の気持ちを考えて何かをするっていうことが少ないなっていうふうに思うんですよね。その辺も踏まえてちょっと話してみたいなって。そうですね、じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はどういったご相談ですか。今私小学生の学童保育の指導員をしているんですけれども、その中で1年生から6年生まで30人ぐらいの子どもたちを預かってるんですけど、子どもたち同士で遊んでる時の人間関係の持ち方というか、すごく下手くそだなっていう風に感じることが多くて、私もともと20年ぐらい前には幼稚園教諭もしていたので、小さい子供たちの様子とかは分かっているつもりではあったんですけど、20年ぐらい経ってまた教員とか指導員っていう立場に戻ってきた時に、自分が幼稚園教諭をしてた時の子供たちの様子と違うのかなってっていう風に感じることがあるので、学校の先生をされてたドラゴン先生は今の子供たちに足りない部分というか、そういう部分ってどのように感じられていたのかなっていうのを聞いてみたいなっていう風に思ってます。チミはどうしたいの。人間関係の作り方というか、自分がされて嫌なことを人に平気でするのかなっていうところが、小学校の2年生とか3年生とかになっても多く見られるんですよね。そういうのって低年齢の時に覚えておかなきゃいけなかったんじゃないのかなって、それを自分がされて嫌なんじゃないのっていう話をするんですよね、子供に。嫌だよって普通に言うんですけど、どうして自分がされて嫌なことを人にしてしまうのって言ったら、わかんない。自分がされて嫌だったら友達も嫌なんじゃないの、それをしてたら一緒に遊べないんじゃないのって言ったら、そうだよねって言って、その場は良かったりするんですけど、また次の日とかになったら同じことを繰り返して、人間関係の作り方ってどのタイミングで覚えていくものなのかなっていうのが、私はもっとその幼稚園や保育園の年代である程度身につけておくもんじゃないのかなと思ったりもするんですけど、もうちょっと人間関係うまく作れるようにならないもんかなっていう。結論ならない人間関係ってめちゃくちゃ難しいんだよ。大人だって人間関係に悩むでしょ。そうですね。確かに20年前よりは悪くなってるっていう印象があるかもしれない。でも逆にそこで試してる、体験してるっていう見方もあるかもしれないわけ。それが社会の全体じゃなくてごく一部なんだよね、学童に通ってる子たちって。学童の子たちって多くは親が働いてる共働きの子が多いんじゃない。そうですね。安直に考えると親の愛情不足みたいなことを言うところあるじゃんか。それを別に否定するつもりもないし、その分愛情を注いでいる家庭だってあるから、学童の子たちイコール愛情不足とは思ってないけども、女性が20年前よりも働きに出ることが当たり前に出てるこの社会っていうところが、俺は良くなってるとか悪くなってるじゃなくって、子供たちに多大な影響があるよねっていうのが俺の考えなんだけど、ここまで聞いてみてどう。それはあるかもしれないですね。子供に時間をかけるっていうところが明らかに少なくはなっていると思うので。学童指導員さんは大変だと思う俺。こんな言い方するとなんか言われるかもしれないけど、はい、クラスでやんちゃだなとか問題行動起こすなっていう子、学童にいる。あ、当然だけど全ての人じゃないよ。だけど、はい、そういう傾向をどうしても感じちゃうなって思うと、だからって別に共働きがダメだなんて俺は思わないよ。だけど家庭教育の課題が浮き彫りになってんじゃないかなっていうのは俺は感じるところで、じゃあ指導員さんの仕事って何ですかっていうと指導することだよねかなと思うけど、どう？今自分が働いている学童保育の指導員が、子供を持つ母親の立場で指導をしている人間が私が多分初めてなんですね。今までは結婚経験のない男の人だったり女の人だったりが指導員をされてて、そういう部分で言うと、子供たちの様子を見ていると母親の愛情みたいなものを求められてるのかなっていう部分も感じなくはないので、若い指導員の人に
抱っこしてっていうのと私にしてっていう要求が違うのかなって感じる部分もあるので、学童保育で私がしなくてはいけないことは指導プラス母親との時間ができない子供たちに母親代わりの何かができるようにっていうところが求められてるのかなっていうところは感じますね。何がいいとか何が悪いとかないんだけど、学童に行ってる子たちは母さんとの時間が十分に持ってない可能性はあるよね。だから俺は働くのがダメだなんて思ってもないけど、小学校の時代っていうのはお母さんと長くいろとは思わないけども愛情を伝えてほしいなって、だけどお母さんたちも仕事に出て疲れ切って帰ってきて、はい、なんかやらかしただなんだかんだって聞けば嫌になるしっていう、学童ってわかる、めっちゃわかるんだけど、教育の中でもすごくしわ寄せを食らってるんやだなっていうのは思って見てたかな。1年区切りとかでスタッフが変わるっていうのが今までもあったみたいなので、子供がただただ好きだからっていうことでできる仕事ではないのかなっていうことは感じますね。そうだね。給与もパートみたいな感じ、アルバイトみたいな感じ。パートですね。俺はやりたくないなって思った仕事かな。担任だったらまだいいけど、学童の指導員さんはやりたくねえなーって思ってた。あ、そうですか。そうそう、学童なぜか入らなきゃいけない時があって、小学校の先生やった時に学童見といてくださいなんていう風にして見に行ったりしてたよ、うん、けど俺のやりたい仕事じゃないなーっていうのは思って、それがすごく好きな人だったらいいかなと思うけど、俺はね教育って部分で大事なことっていうのはしつこさだと思ってるのね。何度言っても分かんない子に、何度言っても分かんないんですよこの人って言ったら教育じゃなくて、100回言って分かんない子には1000回、1000回言って分かんない子には1万回っていうマインドセットだったよ俺は。まあ、子供たちが変わってるっていうのは、簡単に言えば社会が変わってるから昔がどうだったとかっていうのはなくって、まあ、今のこの状況っていうのに対して本当柔軟に指導員さんもそして学校の先生もやっていくしかないよねっていうのが俺の意見。柔軟性と譲っちゃいけない部分とのバランスが難しいなっていうことは感じてますね。それが学童指導員さんの逆に言うと面白さなのかもなと思って聞いてる。そうかもしれないですね。チミはな、ずっと続けていくの？ずっと続けようと思ってやってるわけではないんですけど、今の子どもたちの現状も見ておきたいなっていう気持ちもあったりとか、自分が NPO を立ち上げてて、まだ全然動けてはないんですけど、子どもから離れた仕事をしてたので、子どもの現場に入ったのもあったので、ずっとは考えてないです。難しい仕事というか、スタッフが続かない職場なので、自分が辞める時には後任が来るタイミングとか、自分が後任を育てるじゃないですけど、そういう状況にして辞めたいなと思ってはいます。 NPO まで立ち上げてるのにさ、はい、学童の指導員やってちゃダメっしょ。そうですよね。生活するためのお金は稼がなくてはいけないので、なので今やってるっていうところが始めたきっかけではありますけど、そこにエネルギーと時間をかけてしまうのは自分のやらなきゃいけないことに全然進まないので、ママためでコーチングを学びながらこちらの方で稼げるようにしたいなとは思ってます。学童はもちろん経験としても良かったと思うんだけど、趣味が何をやりたいかっていうところをいかにこう、はい、外れたことをしないかだけなんだよね。学童で公認を作るとかそんなんは趣味の課題じゃない、はい、学童を作った組織の課題であって、それよりも趣味がここからどこに向かっていくかっていう、そこに対して何をしていくかっていうことだと思うんだよね。いわゆるライスワークの方でエネルギー使っちゃってたら、本当に自分がやりたいことへのエネルギーって残ってないのよ、はい、趣味がやりたいことにエネルギーを注げる状況を必死に考えて作る、はい、これだよ。わかります。そこ SNS 発信ってできてる？最近滞ってますね。そうなのよ。それは別に責めてんじゃなくて、本当はそっち側をやらなきゃいけないのに学童に意識が向いちゃって、うん、そこやってたら学童指導員から抜けられないよ。そうですね。マジで、はい、SNS の方に目を向けていかないと。はい。俺も SNS 発信始めたの5年前、はい、今 YouTuber 10万人を超えてさ、総フォロワーも20万人を超えて影響力とともに稼げるようになってきてるわけなんだよね。市民はもう NPO を立ち上げた理事長でしょ。そうです。
理事長が学童指導医しとっちゃダメだって、自分は NPO 法人のトップなんだって、はい、トップが何やるだって言ったら、今は確かにマネタイズができてないかもしれないから、でも NPO だったら寄付を集うとかさ、クラウドファンディングやるとかさ、そっち側だよね、はい、本筋は。俺も2024年8月に NPO 立ち上げるのね、そこに向けてスタッフ10人集めて、8月8日を迎える前に2月3月にはクラウドファンディングスタートして、一気にまず資金を調達した状態でやりたいことやるっていうのを決めてるじゃんね。うまくいくかどうかわからないけど、チミは NPO のトップだったら自分が家のために稼いでっていうのわかるけど、きちっとクラファンとか NPO のどう寄付してもらうかっていうところに意識を持てるといいなって、はい、俺は思うかな。そうですね、 NPO の方動けずに半年以上経ってしまったので、この間事業報告書を出した時に何もできなかったなっていう悔しさがすごく残ったので、少しずつ動かしていかないと何も変わらないなっていうことを確認したので、こちらの方にエネルギーを向けれるようにしていきます。ちなみに10人の社員さんには報酬払ってんの？無報酬で名前だけ借りてるんですけど。そうだよね、あ、俺もまだ立ち上げてない段階で言うのもあれだけど、はい、報酬払って本当の NPO 法人だと思うね。そうですね、もう一度さ、 NPO 法人の理事長としてさ、学童のことじゃなくて、その NPO をどうやって事業にしていくのか、 NPO をさ立ち上げようっていうエネルギーもあるし、はい、実際に行動して NPO 法人として認められてんだからさ、どうやったら寄付が集まるのか、どうやったらスポンサーになってくれるのかってところにエネルギーを割くってところが、実は今日僕からもらいたい言葉だったんじゃないかなと思うけど、そうですね、学童の未来を憂うのはチミの仕事じゃない。はい、チミは何がしたいの？私はもう女子サッカーの普及をやりたいです。だったら女子サッカーの普及に向けてエネルギー通していかなかったら、はい、そうですね、学童の未来はいいの、それがやりたい人がいるから、はい、女子サッカーの普及に向けて関わるものにエネルギーを注げるように時間の使い方ね、はい、考えていく、これが大事かなと思ったのと、うん、俺もここから NPO とかもやっていくからさ、意見交換しながら、はい、俺はとにかく3年で認定の NPO 法人にして、5年で10億規模の事業にするっても決めてるから、そうやって NPO 法人のビジョンをさ共に語れるような経営者になることを俺は楽しみにしております。わかりました。そういう相談をチミとはしたいです。はい、はい、次回は女子サッカーとかクラファンとか寄付がどうとかっていう、そういう相談をしたいなと思いました。以上です。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。いやー、なんかさ、途中でね思い出したんだよ、チミって学童保育の人だったっけなと思ったら、違うわ、女子サッカーをさ広めたいっつって NPO 立ち上げた愛知の元気なお母ちゃんだったはずなのに、何を学童のお話してんのかなと思って、途中から何の会話してんのかなと思ったんだけど、思い出したよ、全然見てるとこ違ったってことよ。本当多いんだけど、現実を見るとさ理想が見えなくなって、理想を見ると足元がおぼつかなくなるじゃんね。俺が教えてるコーチングっていうのは、とにかく理想を見るわけ、ゴールを、そっから逆算をし、絶対にそれを成功させるために行動も設定していくっていう、これなんだよね、うんうん、その行動の設定がチミはずれてるから、食べるために働くっていう、そこのサイクルに入っちゃってるわけ。どっかで勇気持ってってないとそれは変わらないよね。俺学校の先生だった時は当然週7学校に行ってるわけだから、そこにいたらずっと学校の先生だよ。だけど勇気を持って学校の先生辞めたからこそ、めちゃくちゃしんどかったけど今があるわけよ。チミもね、俺一回話してるからうろ覚えだけど、むちゃむちゃしんどい仕事をしてるのよ。俺ならば入院してるなっていうような働き方を何でもやれちゃうスーパー母ちゃんだから、だからもういいじゃん、学童は頑張ったんだから。そうじゃない方法でマネタイズしてさ、一でもフォロワー増やしてさ、女子サッカーだと伸びづらいんだけど中小度上げたモデリングしてもらって、とにかくねアカウント伸ばしたいね。応援してクラファンやりますって言って、1万人5万人10万人のフォロワーさんだったらさ、クラファン集まるよ。この間も NPO 立ち上げた、今度コラボで応援するんだけど、今12万人のカズマルさんっていう方はクラファンで NPO を立ち上げたんだけど、750万集めたっつったもんね。そうすれば動けるよ。だからチミは本気で俺 SNS やってほしい、思いがある人は SNS やってほしい、モデリングしまくって絶対伸ばしてほしい。伸ばした上でクラウドファンディングとか寄付やって、結果出して、その結果を持ってまた企業に行って、クラウドファンディングこんだけ集めたっていう実績持ってスポンサーになってくださいって言ってほしい。俺できると思うもん、なんせ俺20万人いるから。だから俺とチミの差はたった一つ、フォロワーがいるかいないか。チミだって俺に負けないぐらい熱い思い持ってんだから、いいから黙ってインスタやりやがれこの野郎っていう、そんな思いでございました。ありがとうございます。今回のドラちゃんのコーチングだったりとか講演会っていうところもありますので、ぜひ気になる方は LINE の方で友達になっておいて覗いてみてください。一生学童指導員で
いいの？またね。ありがとうございました。どうでしたか、話してみて。今日何の対談したいですかって聞かれた時に、正直自分の中で定まってなかったんですよね。はい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 。最近思うことを聞いてみたいなと思って対談のテーマにしてみたんですけど、最後に NPO を動かすことを優先しなきゃダメじゃないって言われた時にすごく痛いところを突かれたけど本当にそうだなっていうことを確認したので、自分のやりたいことをちゃんと目指して進んでいこうと思いました。ドナちゃんの対談って僕も見てて面白いなって思うのが、はい、最終的に全然違う切り口になるっていうそれがその方にめっちゃ刺さってるっていうのがいっぱいあるので、はい、今後はどんな風に力入れていくっていうのは方向性見えたりしたんですか？そうですね、現実的に今動きかけているのは愛知県のサッカー協会の女子委員のところで、愛知県全体的に女子のサッカーの普及について見直していかないといけないんじゃないかっていう話が出ている中で、手伝ってほしいんだって言われているので、そこのお手伝いをさせてもらいながら自分の NPO の方に結びつけれるように、愛知県の女子のサッカーの普及を自分が任されたんだと思って、一人でも多くの女子サッカーをしてくれる子どもたちを作っていくのと、あと女子サッカーの普及をなぜしたいかっていうと、女性の自立を目指したいなって思うところもあるので、子どもたちだけじゃなくてお母さん年代でもいいですし、誰かに頼ってではなくて自分の足で立って歩くっていう女の人を一人でも多く仲間として作っていきたいなって思っているので、そういうところを目指していきたいなって思ってます。ドラちゃんとの話でも清水さんは SNS ガチでっていう感じだったんですけれどもそうですね、自分も SNS で何を発信していくか迷子なんですよ。そうですよね、はい、子供が2人いるので自分の子育てのいいことだったり、うん、悩みだったりとかを載せたりとか、ふって気づいたこと載せたりとかしてるんですけど、それで合ってるのか迷子になってるので、そこも定めていかないといけないだろうなと思っているんですけど、自分は何をテーマに SNS 上げたいのか、女子サッカーっていうところに焦点を当ててしまうとむちゃくちゃ難しいので、はいはいはい、うん、やっぱりね、あれだけなでしこジャパンが活躍しても女子サッカーの注目ってまだまだ低いので、注目度の低い女子サッカーであえていくのか、もう少しちょっと違う視点でいくのかっていうところは考えないといけないなと思ってます。 NPO の、うん、としての活動側に走られたチミさん、これからも追いかけさせていただければと思いますので、ぜひまた出ていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。